4回、春間2、3球、4連投、取ってくださいよ、持ってないってなるのよ、1、4回、で、SK で取ってください、2、3球で、風を立てないですよ。ちなみに、4回転でヨーグルト、300本入ってる冷蔵庫が、2、3日、あっという間に絡んだ。これで、こんだけ満タン入ってるのに、2、3日で絡んだことを、ステージは立てて、免疫を取り。人によっては変えられないけれども、褒められて嬉しい。つまり心が動けば体も動きに臨まっていただくにもなれるので、はい。
神様関係するらしいな、大統領ですよ。90キロから78まで落としたほら、すごいなかなかそれ以上じゃない。いやー、俺だけでもなんて声かけた。分かってもなるじゃない。ダメで声かけないと、みんな。そうなんですよ、もう。もう、すごい。すごい。すごい。全然待ってて分からないからね。頑張りなって言うた。東京オリンピック招致をめぐる不正疑惑で招致委員会の当時の事務局長が JNN の取材に応じ、契約書はある、裏金ではないと疑惑を否定しました。この問題は2020年のオリンピック・パラリンピックの招致をめぐって東京での開催が決まる前後に日本の招致委員会から IOC の有力者の息子が関係する銀行口座におよそ2億2300万円が振り込まれていたもので、フランスの検察当局が汚職などの疑いで捜査を始めています。振り込み先はシンガポールのコンサルティング会社の口座で、この会社の活動実態は不明だと指摘されています。でも誤解があるようですからね、テレビ等で見て。